リンリンハローパラレールリンリンパラレールのリントです。はい、本日は6月の18日土曜日かな、今日3本目動画を撮ってる状態になります。公開されてるのはなんか順次アップされてると思うんですけれども、獣医師さんとね、飼育員さんにちょっとお会いして、その時にあったお話をねしてみようかなと思います。ということでリント日記やっていきましょう。ちょっとね、いろいろお話をしていて、こう思うことがあってですね。で、動物病院の方でも、動画ね、2本ぐらい撮って、それもアップされてると思うんですけれども、まあその話の続きにもなります。で、獣医師さんっていう方と、まあ医療に携わる方ですね。と、飼育員という形で、飼育をしながら展示、見せるっていう方をね、やっている方と、私みたいにただ一般人でね、飼育をしている人間とっていう形で、お話をしていく形でね、いろいろ語らせていただいたりとか、いろいろね、議論もさせていただいたんですけれども、すごくいい機会をいただいて、ああ、そういう考え方もあるんだなって思ったので、今回このリント日記という形で、ちょっと、タイトルにもある通り、ちょっと飼育とは何ぞやというものについて考えてみようかなと思います。で、まあ、満場一致でね、飼育っていうところのゴールに関しては、3人とも一致がしました。それは、その飼育している個体、例えば、今ここにいるサバンナモニターのシフィーだったらシフィー、ロペ様だったらロペ様、そしてここにいるね、ギョロメちゃんと、ハロ君だったらハロ君とギョロメちゃんと、そしてここにいるね、サンショウ、ここにね、いるサンショウに関してで言うと、まあ、このモノちゃん、クロ君、セピア君の幸せ、っていうところがまずは一番重要なんじゃないかなと。その子その子が幸せに生きて、そして幸せに死んでいくっていうことができることが、飼育のゴールなんじゃないかというお話でした。それはね、皆さん同じ意見でした。いや、まあそうですよね。飼育していく上でその子その子の幸せが大事かなと思います。まあ長生きしてもらうっていうことも一個のゴールだとは思うんですけれども、長生きというよりは、その子が生涯幸せだったと思えるような飼育をしていきたいなっていうお話をね、皆さんしてました。どうしてもやっぱり病気になっちゃう子っていうのはいますし、体力が弱い子っていう子もいますしっていうところで、その子その子のその状況に合わせて幸せに生きて幸せに死んでいくことができるようにっていうね、流れがいいかなっていう話をしておりました。で、まあ、飼育の細かいところでいくと、獣医師さんの医師としては、例を犬で例えますね。犬や猫などの分かりやすい生き物でね、例えますと、獣医師さん的にはあまり、犬猫に関しては、餌をあげすぎない。そしておやつは極力あげないっていうことを、本当は意識したいっていう話をしてました。健康のね、被害を一番出るのっていうのが、ご飯の食べ過ぎによる肥満、そしておやつの揚げ過ぎによる内臓疾患っていうところが多いみたいです。なので、もう栄養バランスを整えた餌を1日1回でいいっていうふうに、獣医師さん的には思うそうです。ただ獣医師さんは思うけれども、実際やってるかっていうとやっていないとおっしゃっていました。なぜかというと、それをやってしまうと健康ではあるものの、その子は幸せではないっていうお話になりました。そういうふうに徹底してやってる方っていうのもいるみたいなんですね。その獣医師さんのところで働いている看護師さんとかですね。で、実際にもう断固としておやつを絶対にあげない。で、ご飯も本当に1日1回。で、健康診断しっかりして、健康診断で何かが出たらすぐに薬を飲ませて、そういう疾患だったり病気っていうのを治していくっていう風な形をとってる方っていうのがいるみたいなんですね。ただなんですけれども、そういう家の子っていうのは懐いていないらしいです、割と。もしくは言うことを聞かない子が多いみたいです。お世話の方までは回っていないっていうところですね。例えばすごい意識してそういうふうにはやってるけれども、そういうふうにされてしまうもんだから、ご褒美はないし、生きているっていう部分への楽しさっていうのをそのワンちゃんが感じてない可能性が高いっていう話をされました。そして
そういう状況なので、おいでって言っても来ないんですって。ご飯は美味しくないし、薬入ってるしとか、その1日1回だしっていうので、で1日1回だから仕方なくご飯を食べているみたいな感じなんですって。するとご飯を余しちゃうことも多いですし、まあ、ワンちゃん猫ちゃんっていうのはより賢いので、ああそういう人なんだなっていう認識をするみたいです。でなおかつ、例えば言うことを聞かなくて怒鳴るだとかっていうことがあれば、より一層飼い主のことは嫌いになるみたいなんですね。なのでちょっといたずら悪さしてみようっていうので、いつもしないところでうんちをしてみたりだとか、迷惑をかけようとするらしいです。はい。で逆になんですけれども、ちゃんとおやつと、ご飯の両立がうまくできているお家の子っていうのは、懐くし、飼育のそのなんていうのかな、お世話とかその芸だったりとかっていうところはお利口らしいです。ちゃんと待てすれば待てしますし、ちゃんといいよって言ったらその食べるし、あとはまあおいでって言ったらちゃんと来てくれるしっていう形で、飼い主との信頼関係っていうのがやっぱり、そのおやつご褒美があるっていうところとか、そういうことで、飼い主との信頼関係っていうのは生まれるみたいです。なのでそこは良し悪しだなっていう話をしておりました。で飼育員さん的には、人間と触れ合うことに慣れてもらうっていうのをすごい重視やっぱりしてるっていう話をしておりました。まあ、毎日お世話をするっていうのと、やっぱり飼育員さん、そういう展示をねされていますので、展示をしていく上で見ていただくっていうことで、お客さんに見ていただく状況下を作れるようにすごく意識をしてるみたいです。まあ、ケージのレイアウト自体とかもねすごい考えられてるみたいなんですけれども、なんでケージのレイアウトの中でその幸せにその子がね、人になれながら生きていける展示の仕方っていうのをすごい考えてるみたいです。でプラスまあ、ご飯だったりとかね、そういうところはしっかりとっていう形らしいです。でやっぱりそういうところでもおやつっていうのはお世話をする上でどうしてもこれをしなきゃならないっていうところでご褒美をあげるみたいなんですね。すると何かを行う際にはご褒美がもらえるっていうのがやっぱり紐づくみたいなんですよ。っていうのがどの動物でもあるっていうことなので、適度におやつをあげながら適度にちゃんとした餌をあげるっていう形で、あとはその中で肥満だったりっていうのをより気をつけていくっていう、まあ、難しいお話ですね。全部を適度に行わなければならないので、おやつあげすぎもダメですし、おやつだけじゃなくって、ご飯あげすぎっていうのも気をつけなきゃならないし、運動もさせてあげなきゃならないしっていうところで、一つ一つをね適度にいい感じっていうのをねしていかないとっていうのをやっぱり言っておりました。ただこれねお話ししててみんな言ったんですよ。ただ人間も一緒だよねって。人間も本当にそうだと思います。好きなものだけ食べて、生きていればブクブク太っていくこともありますし、ご飯を食べないなんていうことをすればそれはそれで健康じゃなくなるしっていうことで、それもね、人間も一緒だなと。で、人間もさ、おやつがなかったりとかさ、例えば好きなものが食べれなかったりっていうご褒美、おやつが全然いらないよっていう人も中にはいるとは思うんですけれども、ある程度のね、ご褒美、っていうのをない状態で生きていくっていうのは辛いと思います。誰しも。なので、それは人間だろうが動物飼育だろうが同じだなっていうのをお話ししました。はい。なので私たちがお話ししてた飼育とは何ぞやっていうのは、幸せにその子らしく生きれる環境っていうことかなと思います。まあ、嫌がらせないっていうのも一個、だとは思います。例えばこのシェフィーちゃんみたいにね、今ハンドリングも嫌がってないんですけれども、最初ハンドリング嫌がる時もあったんですね。それをいやいやずっとされたままだからっていうのでやらないっていうのもダメですし、で逆に嫌だからっていうのをすごい意識して嫌がられてもやるっていう強行手段に出るっていうのもまた違うしっていうところで、これもね良し悪し、その時のこの子の状況を見て今だったらいけるなとかっていう時に適度にしてあげることによって、こうやって人に慣れてくれたりねするんじゃないかなと思います。ちょっとね飼育って難しいし、こうなんだろうな、考え方とかやり方っていうのにも答えがないので、その人その人の飼育の仕方だとか、あとやり方っていうところもあるし、あとケージのレイアウト一つ取ったってやり方違うと思うんですよ。私のケージのレイアウトも一
人によってはダメだっていう人もいると思うんですよね。で、人によってはこのケージのレイアウトいいねっていう人もいたりっていうところで、飼育の答えっていうのは本当にないなと。間違った例えば変な食べ物をあげるっていうのは間違いだと思いますよ、明らかに。例えば犬にね玉ねぎをあげるなんていうのはそれはもう間違った飼育じゃないですか。ただそういう風なところではなくって、そのベース、ある一定の、まあ、常識的、まあ、私あんまり常識的っていう言葉好きじゃないんですけれども、まああえて常識的という言葉を使わないとすればボーダーラインですかね、ある一定のラインっていうのはあるじゃないですか。まあ人間としてもね、人を殺しちゃダメだとかさ、あの万引きをしてはいけませんとかさ、そういうなんだろうな、善悪じゃないですけど、ある一定のルールっていうのってあるじゃないですか、最低限の。その最低限のルールをクリアした上で、例えば飼育の方法で少しケージのレイアウトこうしてみたりだとかっていうところっていうのはもうその人その人の感性のところですし、あとはその子自体が慣れているのであれば、もうそれはその飼育の方法は答えとしては正解だと思うんですね。私もそう思いました。例えばこの状態でね、ご飯も全然食べないし、うんちもしないしっていう最低限の健康っていうところが脅かされているっていうんだったら、こういうハンドリングをしたりだとかケージのレイアウトだとかっていうのは絶対やめた方がいいんですけれども、ご飯も食べるし、うんちもしてるし、あと特にね体のどこかに欠損があったりだとか、健康被害、まあ最初からこの子指ないんであれですけれども、指ないところが1個あるからあれなんですけれども、まあ、そもそも例えば尻尾が切れていたりとかっていう、その見るからに健康被害っていうのがあるんだったら、それはやめた方がいいと思うんですけど、ただそのある一定の答えというところをですね、クリアしている上でその子との関わり方、その子の幸せを考えてっていうやり方に関しては、私は間違いじゃないんじゃないかなと。それはどの生き物でもそうです。レオパもそうだし、このサバンナモニターもそうで、ここにいるフクモムちゃんたちもそうだし、サンショウウオもそう。まずはその子たちがちゃんとご飯を食べてうんちもしててっていう健康がしっかりした状態で飼育さえできていれば、どのような環境だろうと私は良いんじゃないかなと。サバンナモニターでいうと放し飼いを全然してる人とかもいるし、例えばバスキングライトは置いてるけれども紫外線のライト置いてないよっていう人とかもいるとかね。あと例えばレオパに関してもそうなんですけど、パネルヒーターは置いてても、上に置いてる、うちは一応置いてるんですけども、そのヒーターは置いてないよっていうご家庭もありますし、でそもそもヒーター入れてないよっていうところ、健康がねちゃんとできてるんだったらヒーター置かなくたって問題なかったりするので、ヒーター置いてないよっていうお家だっているでしょうし、例えばサンショウの温度に関してもそうですけれども、全然うち20何度で生きてるよとか、その子が健康でちゃんとご飯も食べてるよっていうんだったら、もうその子はそこに順応してるので、それはそれでそこの飼育の仕方のアンサーとしては間違ってないんですね。で、フクモモだってそうです。全然人との接し方とか慣れてないけど、その子はその子なりにちゃんとご飯食べてっていうところ、ただそれを人間に慣れてもらいたいのか、それともその子がね自由に生きていくことを意識するのかっていうところでまた違いますし、なんでその子のことを考えた飼育の仕方であれば、どんな飼育方法でも間違いではないんじゃないかなというところですね。いろいろ喋ってみて思ったのが、獣医師さん的にはまあ極論お菓子とかはあげなくていいよねみたいな話はしてたんですよ。でもそれをなしにしちゃうと、やっぱり結果的に人になれなかったりとか、幸せではない退屈な日常を送るっていうことも多いって話はあって、やっぱりその子のことをしっかり考えた上で、でその子が幸せなのかどうかっていうのをすごく見てあげた方がいいのかなと思います。私の知り合いでね、知り合いというかもう今は縁が切れてしまっているのであれですけれども、そういう方いたんですよね。一切お菓子おやつはあげない、ご褒美もあげないで、誕生日ぐらいしかあげないみたいな感じですよね。だし本当基本的には夜1回のご飯、あとは朝1回のご飯だったかな、朝と夜のご飯にあとはお薬入れてっていうところですね。特になんかそのことをすごいこうね、こういうコミュニケーションを取ったりっていうこともないですし、もう自分のしたいことをしてるって感じの方だったんですね、その方は。なので、ワンちゃんのことはあんまり考えてないのかななんて思うこともありました。
なのでそれはそれでもしかしたらあれば幸せじゃないような気がしますね。まあ結構ワン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 吠える子たちでしたしね、見ていたら。なんであれですけれども、そのやっぱりその子が幸せにね生活できる環境下っていうのをやっぱり作っていった方がいいと思います。おやつもある程度ねあげてもいいと思います。ただその上で上げすぎだが気をつけるみたいな、その適度なね調整っていうのをうまくやっていってあげるだけでいいと思います。私もねこの子たちご飯にたまにねおやつじゃないですけれども、ミルワームのね乾燥のミルワーム入れてあげたりだとかいろいろしたり最近してるので、そういう感じでこれは嗜好性が高いのかなとかっていう感じで食べてもらったりとか、それこそ袋もモンガだとマシュマロをね食べさせて嗜好性の高いものでね少しこう慣れてもらったりとかご褒美あげたりっていうことはねしてるので、その辺はもう適度にやっていくのがいいんじゃないかなと思います。これは間違いですかっていう不安がある場合は詳しい方に聞いていただくと一番いいと思います。コメント欄でくださってもいいです。私の分かる範囲内だったらお答えします。なんかねそんな感じで、その子のことを考えてあげるのが一番大事かなと思います。見てくださいこの自由な感じ。ちょっとね親指がこの辺で動いてるからちょっと動くなよっていう顔してますけれども、う本当ねその子のことを考えてやっていけたらいいかなと思います。はい、今後もねこんな感じで飼育に関して思うこととかねいろいろこうご意見いただいているものでねあればお話ししていこうかなと思います。今日はねたまたまいい機会だったのでこういう感じで動画を撮らせていただいております。で今後リント日記はですねなんか適当に取りだめまではいかないにしても、その時に思いついたこととか話しておきたいことっていうのを撮っていくので、同じ日のリント日記の動画っていうのが何個か出る可能性はあります。なので6月18日のリント日記っていうの多分全部で3本上がってると思うんですけれども、そんな感じでねいろいろ動画撮っていくと思うんで、ぜひともよろしくお願いいたします。ということでね、本日は飼育とは何ぞやっていうお話でございました。では以上リントでした。バイバーイ。シェフィーだよー、シェフィーだよー。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上リントでした。バイバーイ。